はい、皆さんこんにちは、リンチーです。僕はね、今ね映画の撮影に来ていて、今待ち時間です。皆さんこんな感じで、まあ、あっちの方でメイクをしています。まあ今日はね、どっかの、なんですか、これ大学じゃないですか、多分専門学校なんですけども、専門学校の一角をお借りして、まあ多分、まあこれ学園もの全然関係ないんですけども撮ってるんですけども、まあ今日はねそんな感じで、僕が普段、どうやって、撮影中に、タンパク質を摂取しているか紹介しようと思います。こちら、ペットボトル詰めの、プロテインです。はい、ペットボトル詰めのプロテイン、はい、こちら、ミネラルウォーターです。ちょっと分かりにくいんでラベル剥がそうと思います。はい、まあね、やっぱり、ね、別に撮影とかやってなくてもね、外でいかに効率よくプロテインなのか、そういったのって重要になってくると思うんで紹介しようと思います。まずね、こうやってちょっとミネラルウォーター、水ちょっと飲んじゃいます。水飲んで、このぐらい減ったら、どうやるかっていうと、はい、こっちのプロテイン開けます。これね、まあ、撮影の時にはザバスの多分これレモン味だったかな、レモン味、なんかね溶けやすくて、なんかねやっぱね、安いやつって粒子が大きくてなんかボソボソするんですよね。はい、こんな風にミネラルウォーターに、プロテイン詰めていきます。プロテインはね、中国語で、タンパイフェン、タンパイフェンは、タンパク粉ですね。タンパク粉、タンパイフェン、タン、はタンパクのタン、パイは白ですね。タンパイ、まあタンパク質ですね。タンパク質は中国語でタンパイチュ、タンパイチュのチュは、質ですね。でこれプロテインはタンパイフェン、フェンは粉です。タンパイフェンですね。でそんなわけで、このタンパイフェン、プロテインがここに入っちゃってるんで、こうやってまあちょっと時間かけて、どうせ撮影の間暇なんで、はい、こうやってシェイクしていきます。まあ、別に一気に飲んでしまうこともないんで、時間かけて摂取していけばいい話なんで。しかもね、この何ですか、この、まあ、僕これ多分ザバスの何ですかレモン味なんですけども、このザバスのレモン味であれば多分ねこれ喉にいいんですよね。普通タンパク質って別に喉に悪いわけじゃないんですけども、ちょっと喉に詰まるゴホゴホってなりがちなんですよね。そうなんで、僕はその、まあ、撮影の時にはこのザバスのレモン味使ってます。それかね、エクステンドの BCA シリーズもいいと思います。はい、エクステンドかの BCA かザバスのこの、レモン味のプロテインを、まあ、数時間かけて、5、6時間かけて飲むか、まあ、1日かけて飲むこともあります。まあ、1日かけて飲む場合は、まあ、2回ぐらい作るんですかね、これを。はい、でこれらの場合なんかやっぱ喉の潤いんで、まあ、喉の潤いって、喉にいいやつっていうと大体甘いやつ飲んじゃうんですけども、甘いやつだとねやっぱね糖分取りすぎになる可能性あるんで、このザバスのレモン味とかエクステンドの BCA は、まあ、喉にもおすすめです。まあ、そんな特殊な要求ある人はあんまりいないと思うんですけども。それでは皆さん、リンチーでした。再チェン、再びに見るで再チェンです。